市民、皇帝、奴隷、使用するカードはこの3種類。戦い方は至って簡単。1枚のカードを選び、テーブルに置く。次にそちら側がカードを1枚選び、置く。互いのカードが出たら、あとは開く。これだけだ。勝敗は基本的に図案で連想される強さをそのまま考えていい。つまり、皇帝が一番強い。皇帝は市民より強く、市民は奴隷より強い。市民と市民の場合は引き分け。そして奴隷は持たざる者、猶予のない虐げられし最低の者だが、その何も持たぬ劣悪な環境であるがゆえに王を討つのだ。奴隷は王を討つ。皇帝側に対して奴隷側のカードの方がはるかに勝ちがたい。皇帝サイドは1枚目に皇帝を出して勝つ確率は5分の4、80% もあるが、逆に奴隷側が1枚目で勝つ確率は 20%。 圧倒的に皇帝側が有利。このEカードは心理戦。お前のような小僧がやすやすと勝てるゲームではない。いや、そこに活路がある。橋はともかく、その前の限定じゃんけんは心理戦だ。俺はその生き残り、裏をかくことには長けている。その程度ではとても無理。何？なぜならこのEカード、お前の対戦相手は私だ。